センター試験応援天気予報をお送りしていきます。センター試験は19日20日土日となりますが、このように土曜日19日は広いエリアで移動性高気圧に覆われ穏やかな空となります。特に太平洋側ほど日差しが届く見込みです。次、20日の日日曜日ですが、湿った空気の流れ込みにより広いエリアで雲の広がりやすい空、特に九州や山陰、そして近畿北部では雨の降ることもありそうです。傘が必要となりそうですね。続いて北日本から東日本です。19日土曜日は北日本日本海側を中心に雪の降りやすい空となります。そして20日日曜日になりますと、北日本そして北陸エリアで雨や雪となりそうです。一時的に風の強まることもあります。一方、太平洋側の地域はどちらとも晴れて日差しが届くというところもありそうです。ただ空気がその分乾燥しますので体調管理注意が必要です。以上、週間のお天気土曜日日曜日確認していきました。